仏法総長斎藤茂吉。大正十四年八月四日の朝、奈良の宿をたって、紀伊の国荒野山に向かった。吉野川を渡り、それから乗り合い自動車に乗った頃は、これまでの疲れがいくらか休まるような気持ちでもあった。これまでの疲れというのは、 比叡山で連日歌の修行をし、心身ヘトヘトになったのを言うのである。乗り合い自動車を乗り捨てると、王先生と私とはかごに乗り、T 君と M 君とは徒歩で登った。そうして途中で、周雨が廃前として降ってきたとき、カかきは慌てて籠にカッパをかけたりした。 カゴかきは長い間の修練で、無理をするというようなことがないので、カゴはいつも徒歩の人に追い越された。徒歩の人々は何か、山のことなどを話しながら登っていくのが聞こえる。それをばかっぱかむったカゴの中に聞いていては、時たま眠くなったりするのも、なんだかゆとりがあっていい。カゴは途中の茶屋で休んだとき、 王先生も私も籠から降りて、そこで茶を飲みながら景色を見ていた。茶屋は断崖に迫って立っているので、深い谷間と、その谷間を越えて向こうの産卵を一目に見ることができる。谷間は暗緑の森で埋まり、それがムクムクと盛り上がっているように見える。 白雲が忙しそうにその間を巨来して、一種無常の感想をば付け加える。しばらく景色を見ていた皆は、や野山のいい山であるということにすぐ気がついた。徒歩の二人はもう元気づいて、かごの立つのを待たずに登っていった。しかし女人道を過ぎて、平地になった時には、 そこに平凡な田舎村が現出せられた。籠の下ろされた宿坊は、避暑地の下宿屋のようであった。小売店で高野山一覧を買い、直接にサバを焼く匂いを嗅ぎながら、裏通りに回って、山下という小料理店にも入ってみた。おゆきという女中さんがまず来て、それから入れ替わり、立ち替わり、 愛想を言いに女中さんが来た。インゲハンも時たまきなはります。こういう言葉をそこそこに、王先生をはじめ山下を出た。私たちはこの日、礼法館を訪ねる予定であったが、まだ雨がやまぬので、ここに一休みするつもりで来て、雨の晴れるのを待たずにここを出たのである。 しかし女中さんが二人で私たちを霊峰館まで送ってきた。霊峰館の廊下から振り返ると二人の女中さんは前の小売店のところで何か話し込んでいるのが見えた。霊峰館では枝の木造だのいろいろのものを見たが絵には模写もあり本物もあった。 薄暗いところで仏像などを見ていると、眠くて眠くてたまらないこともあった。これは先刻ビールを飲んだためである。それから私たちは、杉の木立の下の諸大名の墓所を通って、奥の院の方まで参った。案内の衝動は、ごく無造作に。 大将今下の紛盈をば説明してくれた。左手向こう木の根一本は、泉州岸和田岡部美濃神。この右手の三本は、ただの三中港です。東山石碑の立ち始まり。左手上の鳥居三本は、ではの国米沢上杉港。その上手に見えてあるのは、東山の蛇柳です。 右手鳥居中の一本は、欧州仙台伊達政宗公。赤いお玉屋はいい家門の神。こういうことを幕なしに言ってのけた。太公様が朝鮮征伐の時、敵味方戦死者遺廃の代わりとして、島津兵庫の神吉弘公より建てられたという石碑の表には、高麗国在人の間、 敵味方になりてこうし、軍票皆、仏道にいらしめんためなり、という文字が彫りつけてあった。そういうところを通り抜け、玉川にかかっている無名の橋を渡って、奥の院に参り、先祖代々の霊のために、盛んに燃えるごまの火に一刀を剣じた。 これは自身の諸悪号を絶やすためでもある。それから裏の方に回って、有形に宿坊に帰った。その夜奥の院に、仏法早朝の泣くのを聞きに行った。夕食を済まし、小さいちょを借りて、今日の午後に応変したところをたどって行った。この仏法早朝は、 荒野山に泣く霊長で、運よくば聞ける。五章の良くないものは聞けぬ。それであるから、かなり長く荒野にこもったものでも、ついに仏法総長を聞かずに下山するものの方が多い。文人の書いた気候などを読んでも、この鳥を満足に聞いて筆を下ろしたものは少ないのであった。 私たちは奥の院の裏手に回り、ちょうちんを消して暗闇に腰を下ろした。そこは暗黒であるが、その向こうに大きな唐か金かの叶えがあって、ろうそくが幾本となく灯っている。奥の院の世は寂しくとも、信心深い者の夜参りが絶えぬので、当うかの絶えるようなことはない。 またよごもりする人々もいると見え、私たちのいるそばに、御座などが置いてある。私たちは初めは、小声でいろいろ雑談を始めたが、時がだんだん経つに従って口数が減ってゆき、そこに横になってまどろむものもあった。こう開花してきては、参謀長も何もあったものじゃないでしょう。 第一電車の音や乗り合い自動車の音だけでも、奴らにとっては大威嚇でしょう。それに、どこかの旅団か何かの飛行機でも、この山の上を飛ぶことはあるでしょう。いよいよ末法ですかね。それに山条公園のマルキシズムと、さっきの女中のインゲハンもキナハルトで攻め立てられては、参謀長もダメですよ。 山はこれでもかなり深いらしいですがね。どれ、おしっこでもしてくるかな。もっと奥の方でなさいよ。ここだって霊場ですから。承知しました。杉とヒノキと鬱蒼として茂って、真昼でも腰た闇を作っているらしいところに行き、柵のところで商用を足した。 その辺にもいくつか祠があり、種々の神仏が祀ってあるらしいが、夜だからよくはわからない。老木の小には、時々耳づくとコウモリが鳴いて、あとはしんとして何の音もしない。それから小一時間も過ぎて、また商用を足しに来た。醤油を足しながら、聞くともなく聞くと、 向かって右手の山奥にあたって、実にかすかな物声がする。私ははてなと思った。声はちゃちゃっというように、二声に詰まって聞こえるかと思うと、ちゃちゃちゃと、みこえのこともある。それがはるかでかすかであるけれども、聞いているうちにだんだん近寄るようにも思える。 それから二ついるようにも思える。私は基礎に一晩泊まったとき、夜更けて一度、この鳥の声を聞いたことがあるので、そのときにはもう、仏法早朝と決めてしまっていた。王先生、いよいよ泣き出しました。t 君も m 君も来ませんか四人は杉の木の寝方のところにしゃがみ、 木にもたれ、柵のところに体を押し付けて、その声を聞いている。声は基礎で聞いたのよりも、どうも澄んでほがらかである。私は心中ひそかに、少し美しすぎるように思って聞いていたが、その時にすでに心中に疑惑が根ざしていた。しかし声は、 あなどるべからずいい声である。その澄んで切実な響きは、昼なく鳥などに求めることのできない野鳥の特色を持っていた。そのうち声はだんだん近寄ってきた。そうして聞くと、鳥はまさしく二ついて、互いに泣いているのである。鳥はかなり高い木の小で鳴くらしいが、 少なくとも五六兆を隔てている。私たちは約一時間その声を聞いた。どうもありがたい。ようございましたね。王先生はこう言われた。四人は厳ビを返した。これでいよいよ、五章も悪くはないようなものだ。などといい、石段を降りて、 無名の橋の辺に差し掛かった頃であった。どうですか基礎のと同じですかこう突然 t 君に私が尋ねた。いや実は、僕もさっきから少し美しすぎると思って聞いていたんだが、こう答えた。その間にくどい資料をめぐらすというようなこともなかった。そうでしょう。 あれは怪しいですよ。ひょっとすると人工かもしれませんよ。ひどいやつだ。こう t 君が笑いながら言った。t さんは鋭いからね。あれはどうも本物だと思われる。やっぱり疑わない方がいいんですよ。こう王先生は言われた。いや、私一つ見破ってみせます。 t 君んも今度は少しく景色ばんでいた。四人はもう一度奥の院の陰に行った。鳥は相変わらず泣いているが、先ほどよりももっと近くなってきている。その声は聴明で鉱物音を交え、林間に反響しているところなどは、あるいは人工的なもののような気もするが、よくよく聞くと、 何か生き物の生態のところを絞るような肉声を交えている。私はせっかく、運良くて聞いた仏法総長であるから、なるべく本物にした方が具合が良い。強いてそうしようとするのであるが、やはり心中に邪魔をするものがあって、いずれとも決定しかねて、再び厳ビを返した。T 君はみちにも、 あれくらいの声は練習さえすれば人工でもできる。それに高い月給を払い、一家送電の技術として稽古させているのかもしれないなどという説を持たてた。そこで王先生を除く他は、若い浄土宗門の僧侶である M 君も、それから私も、あの仏法総長の声は、 人工の声だという説に傾きながら帰路に着いた。時は十時半を過ぎていた。その途中で一人の青年に会った。その青年は、やはり比叡山上で、私たちと一緒に歌の修行をし、会の参じてから、単独で荒野に来、今やはり仏法早朝を聞きに、奥の院に行く途中なのであった。 今、しきりに泣いているところだから、非常にいい都合だ。ただ、君に頼むがね。何時頃まで泣き続けているか、面倒だが確かめてくれませんか。僕らは、ケイという宿坊にいるから、明日の朝ちょっと知らしてくれたまえ。コーティー君が青年に頼み、何か気するところがあるような面持ちで歩いた。 その時にはもういつの間にか大きな月が出て荒野の万山を照らしており空気が澄んでいるので光がいかにも美しく悪毒せわしく切羽詰まった現ぜでもやはり身にしみるところがあった私たちはそれでもちょうちんをつけたままとうとう宿坊に帰ってき 何か発見でもしたような気分で、一夜眠った。翌朝 T 君は、起きるとすぐ、荒野山の地図を買ってきて調べていた。貧しい朝食を済まして横になっていると、そこに夕べの青年が報告に来た。青年は夕べ奥の院に行った時には、鳥の声はしきりにしておったそうである。 それが十一時半になるとぴたりと止んで、再び泣くのを待っていたが、とうとう泣かずにしまったというのである。この報告は、t 君の説を確かめるのに非常に有力であった。それのみではない。t 君の調べた地図によると、夕べ鳥の鳴いた方向には、そう深い森林がない。むしろ朝山と言っていい。 それからそこを通ずる道路があり、そこに一二軒の人家がある。どうです声の発言点はここですよ。こう言って t 君は、大きな手の指で、その人家のところを押し付けたりした。青年は最初は何のことだかわからず、気厳の顔をしていたが、 仏法総長の声の人工説だということを知って、実に惜しいという顔をありありとした。ことにおいて私たちの三人と、一人の青年等を加えて、四人は人工説に傾いてしまった。けれども王先生は、この説を是認されなかった。それは T さんの説のように人工かもしれない。 けれども人口であったとしても、数百年間このことを他へ漏らさない一山の人々は偉いんです。やっぱり本物の鳥と思って聞くんですね。それが空海の徳でしょう。正岡四季先生ではないが、工房を渦めし山に風は吹けど、常しえに照らす海苔の灯火ですよ。 こう言われるのであった。私たちは雨の晴れ間を大門のところの丘の上に登って、遥か向こうに山が無限に重なるのを見たとき、それからそこのところから、淡路島が夢のようになって横たわっているのを見たときには、荒野山城をどうしても捨てがたかった。または近道の中にいて、 ろく雷鳴を聞きながら、空海四十二歳のお座像を見ていた時などは、寂しい心持ちになって、この山状を愛着したのである。しかしある道内で、畳の上に上がって杉戸の絵を見ていると、小坊主に咎められた。そこにあたかも西洋人夫婦を案内してきた僧がいて、 仏壇の内陣の方までも見せている。あれはどうしたのだという。あれは寄付をしたのです。と答える。バカ言え、僕らも寄付はしているんだぞ。という。かかる問答はいかにもまずい表出の運動であった。けれどもこの起源も仏法総長人工説に、 一つの指示を与えたのである。私たちはこういうような経験をして、荒野山を下った。そして若の浦まで来たが、もう海水浴も過ぎた頃なので、うまい魚をすぐ食わせるところも見当たらず、ゆく春に若の浦にて追いつきたり、という苦境にも遠いので、そこに夕方までいて、 王先生と別れ、三人は那智の方に行く帰船に乗ったのであった。それから丸一年が過ぎた。私たちは去年やったような歌の修行の集まりをば、武州三峰山上で開いた。しかるに三峰山頂には、仏法総長がしきりに鳴いた。もう日が暮れかかると泣く。 月明の夜などには、三つも四つも競って泣いた。その声はいかにも成長で、荒野山上で聞いたのよりももっともっと美しかった。それから三峰ではすぐ頭の上で泣くので、絞るような肉声も明瞭であり、人工説などの成り立つ余裕も何もなかった。 t 君も私もしばらく苦笑しておらねばならなかった。ただ私たちは思う存分、仏法早朝の声を聞き、数日して王先生が山の上に登って来られたとき、t 君も私も王先生の前に降伏してしまった。私の写生文はこれでしまいであるが、つづめて一言とすることができる。 どうも荒野山上の仏法総長の声は、あれは人工ではなかった。あれを人工だと疑い、それを立証しようとした学説には手落ちがあって、結局その学説は負けた。けれどもこういうことが言えるだろう。ああいう野鳥は、早晩荒野山上から後を立つかもしれない。 そうして玩ングの仏法早朝をば、あそこの店で売る時が来るかもしれんと、こういうのである。